おはようございます。眠たい。おはようございます。みんな今この下でココア寝てるんでココアの寝顔を撮っていきたいなって思います。いつかやるとはもう許可取ってます。では行きましょう。一回カメラ隠します。待って、今みんな何時かだけ教えて。うん、危ない、目覚ましになった。起こすとかだった。ここは朝だよ。5時40分。眠い。かわいいかよ。この中にいた。5時40分です。起きてください。眠い。みんなもう見てるよ。眠い。こっち向いてみ。おぉ、びっくりした、びっくりした。え?しょるん?撮ってるよ。え?どういうこと?だって、どこにある?真上。え?どういうこと?かわいい。やめて、裸に。あらもな、眠い。じゃあここ立ってるんで後で来てください。はい。何かと思った。マジ?ココアです。マジだよ。マジ?マジ?起きた起きた起きた。おはようございます。おはよう、みんなもおはよう。てってねー。びっくりした?うん、めっちゃびっくりした。かわいい。ドービアです。朝から美少年。
朝からまで寝れた。うちもさ、さっき起きて、あ、寝顔撮らなきゃって思って始めたんよ。え？大成功、みんな大成功、可愛かったね。どこが？びっくりびっくり。あ、私も始めないか。ここはもう配信始めるそうなので、皆さん感想を後で聞きに行ってください。じゃあ頼り。ルームへ。起き上がった。やば、髪の毛のボサボサ。なんかね、全部顔から全部被ってたよ、布団の中。隠れてた？うん、顔見えんかった。だからあれどこって探しようたよ。何？どういうこと？可愛かった。そうじゃん、貴重貴重、みんな貴重だよ。みんな貴重だよ。もうちょっとあんまりできる。だね、見えんかった。じゃあ今度また待てんの。くるまってたね。ゆずちゃん、おはよう、おはよう。寝起きすっきりじゃないやろうな。寝起きびっ、ほんまにびっくり。びっくりした。大成功。お、久しぶりに見ていきました、ありがとう。寝起きおうちも可愛いね。もうすっぴんのまま始めたよ。今日は握手会。あ、てつてつ覚えとくね。ほんまやね。ドッキリ大成功。今一瞬映れる？ドッキリ大成功。寝起き、寝起きで寝起きたい。かわいい。今日行くよ、待ってる。今日よろしくってパンパン待ってる。おはよう。眠そうやね。ちょっと大成功って書いとこ。びっくり。焦った。焦った。ありがとう、思った。起こしてってね言った時。そう、起こしてねって言われたから、ちょっと独特な起こし方をしてみた。焦る。寝起きの顔いつもより幼く見える。でもメイクしなかったら結構幼い。ほとんどメイクしてないやつ。うん、いつもお父さんメイク、あ、お茶が？うん、確かに幼いかも。幼い？うん、仲間じゃ仲間。仲間にせんで、そんな幼くないわ。何否定すんの。起こしたことには間違いないもんね。そうですよ。そう、ありがとう。起こしたんで、ありがとうって言われた。起こしてくれた。かわいい。配信あるから、自分も配信あるから起こしてくれてありがとうって言われた。みんなどうしよう、すごい罪悪感。ドキリした罪悪感。わい、ドッキリを見逃す事態を起こす。あの、起こし方でありがとうか。そう、ありがとうって言われた。ココアに勝てるのはいないだろう。ね、いない気がする。寝起き？うん。一回ココアにやったらもう他の人にやりづらいな。バラエティ番組出る時の訓練、訓練どころか素であれだからね。もうバラエティの皆様、逸材がいますよ。三島は怒るからやめとく。
朝から楽しいドッキを見られてありがとう。いいえ、今日は皆さん握手会ですよ。テロップ変えとこうかな。最高だってよ、リアクションだって。アラームが鳴っとる。隠します一回。めっちゃ鳴るじゃん。めっちゃ鳴るよね。うん、寝起きハンター。コカに何かしたの？コカに寝起きドッキリしました。大成功。まだ視聴者少ない中でよかった。もうちょっと待てばよかった。自分も起きるの遅かったけ。そう。うん。マジか、見たかった。ヘローヘロー。何したん？ドッキリだよ。あの寝てすぐショールームで映されるってことを言うっていうだけなんだけど。おはよう、撮ってるよ。次は誰をターゲットに。え、誰がいいですか？でも一回ココアに仕掛けちゃったらもう次いなくない？おちゃんおはよう、今日おはよう。マリナちゃん、マリナちゃん、うん、起きますって言ってすぐ起きそうじゃない。 Thank you, thank you. リサちゃん、ここはやり返さんことを願います。多分ね、やり返してほしい。欲しくない。それはね、っていうのか。違う違う、振りじゃないよ。ココアはやられてる側でいてほしいです。ドッキリ見れなかった。最高に可愛かったから、また合動画サイトでも確認してください。ココアが忘れた頃に。そうじゃね、忘れた頃にね。怖いわ。こっちが怖い。忘れた。可愛かった。あちちゃんおはよう、おはよう。そうなんですよ、寝起きで嫌がる子もいるので、なのであえてココアにしました。あえて。絶対怒らんから信じてたんで大丈夫だったよ。怒る。逆にね、起こしてくれてありがとうって言われたの。やばくない？罪悪感やばいよね。あ、うんみたいな。うんってなるよね。昨日ふくちゃんがスティールでおっちゃんおしめんって言ってて、嬉しい。昨日ふくちゃんがね、ふくちゃんって呼ばないから、あかりんがね、おちょ不足って言ってきたから、あかりんお姉ちゃんみたいっていう会話をしてた。絶対怒らない。ここはめっちゃいい子なの。めっちゃいい子なの。でもいい子すぎてちょっと悲しかった。グッていいな。通りかかりですね。可愛くてついてみた。めっちゃスピンなんですけど、ありがとうございます。はい、はじめまして、はじめまして。あ、名前はチョウリエって言います。ソプラーさん、よろしくお願いします。
こっちコラボ配信しよう。しよう。途中で参加していい？うん。参加し、あ、する。そこでくらい。うん。あっちでやりたかったけど。ココアが始める頃に一回切って。めっちゃ急いでお化粧して参加するね、そっちに。いいや、面白い。ニックネームは何ですか？おちょちゃんって言います。カメラ向けて。あれ何ですか？びっくりした。大丈夫。おちょ来てありがとう。もう始める？うん。あ、6時から。6時か。じゃあ6時に一回終わります。一回終わってとでココアとまたやります。ちょっと化粧しないで自分の顔見続けるのすっごい辛いんで。口笛？口笛？吹けません。コラボですよ。26。 今の顔は26じゃないです。僕も仕事行っちゃうわ。ごめんね。大丈夫だよ。ゆうつんいつ来てくれるん？なんか可愛かったね。じゃあそろ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 噂の塩顔、おちょめち塩顔。口笛がうまい人はキスがうまい。そんなこと検証しないで。塩です。あと5分で始める。うん。じゃあそろそろ終わりたいと思います。ココアのところがあと5分ぐらいに始まるので、どうだったって聞いてきてください。じゃあみんな、あ、チュイとギフト載せてくれると嬉しいな。みんなまたね。バイバーイ。